カトリ神道流宗家道場天神聖殿。カトリ神道流は、室町時代中期に、メシシの矢地下によって創始された、武術流儀で、兵法三大源流の一つである。流儀の起こった頃から、江戸時代初期まで、神道流、天神聖神道流、あるいは神道流、カトリ神道流とも呼ばれる。古い伝承では、カトリ神道流となっているものもある。旧字表記では、 天神聖殿、かと新神流。なお、神道無双流上術の閉伝武術として伝えられている剣術も神道流という名称だが、上記の神道流とは別系統のものである。剣術、居合、柔術、傍術、僧術、薙刀術、手裏剣術等に加えて、追記、風水、忍術等も伝承されている、総合武術である。 甲冑着用を想定した形が多く見られる。剣の打ち方は、巻打ちと呼ばれる、戦国時代の東方である。残とっては、甲冑の弱点である首、脇、小手の裏などを狙う。打ち立ちとしたちが何度も何度も技を繰り出し合うという、独特な長い形を数多く持つ。また1928年に出版された、徳川制度資料。 作夢さじには、東流が、やあ、東と独特な掛け声を発することから、俗に、やあ、東、流とも呼ばれていると記されている。現存最古の武術流儀であり、その意味で貴重な流派である。カトリ神流は広く学ばれており様々な系統が存在するが、ここでは一部の系統を記載する。埼玉県熊谷市上、川原地区に、新道カト流坊術と称して、 表裏24手の形が伝承されており、棒の手として地域の祭りや行事で披露されている。道流儀は現在では棒術とされているが、伝書等古い記録にはカトリ流剣術と書かれており、技法は剣術そのものである。伝承、記録によると、上川原地区に道流儀を伝えたのは17世紀頃の中津川又衛門という人物である。その技法は、 成田市の天津聖殿、カトリ神刀流と同じく軽い木刀を使用し、一つ一つの形は他流に比べて長い。二十世紀における刀流怪電者のうちの二人、杉野義夫と大竹俊則は、数々の映画やドラマの制作に、剣術指導役として参加した。杉野は、七人の侍、宮本武蔵、野牛武芸長、洋人坊、椿三十郎など、大竹は、 阿弥陀堂だより、カナカナの木など。また NHK ドラマ、セミシグレには、武術資料提供者として、大竹の名があるが、加えてその門人であり、改電車の軽造十里が、本編に出演している。ハリウッドにまで影響を与えた、三船敏郎の盾は、その色派を杉野が教えたことから、香取新刀流の影響が大きいと言われている。また岡田純一は、 かなかなのきの役作りのため刀流に正式に入門し、居合を稽古している。国史大辞典、日本武道大系統による。天津聖伝、香取新刀流の流名は、室町時代は、新刀流と呼ばれていたのが定説である。小野清徳川聖土資料、作夢さじ、六代、立林平次郎館、P44、1928、警府は、 武芸流派大辞典と、市域高指導著天津聖殿、カトリ神道流、P170 より、ありがとうございます。